ロックマン10宇宙からの脅威7回目残るボスは2体。いやー、どっちだ、どっちがいい、ブレイドマンとストライクマン。ブレイストライクマン見た目が間抜けだからこっちからにしよう。おそらく見た目的にあんまり強そうじゃない。あ、ボールね、ストライク、野球のボールなんだ、ストライクマン。あ、何これ、なんかあんまロックマンらしくない背景というか、ハイパーオリンピックみたいな。あ、野球だ、野球ロボだ。なんか珍しい感じですね。あ、前回撮ったのはニトロどれだ、ちょっと待って。コマンドでしょ、チルドでしょ、これだっけ。あー、なるほど。わ、効かねえし。ちょ、待って、効かねえし。うわ、これ、すごい嫌な軌道でボール投げてくんね。あー、こういう、え、てか曲が、ちょっと待って、こういう床にいるような奴らは何で倒せばいい？チルドか？あ、コマンドか？チルドか？曲がいい。たたたた、なんか甲子園みたいなんだよな。あ、野球だ、やっぱ野球ボールだ。おー、ちょ、待って。回復はいいか。うわ、なんかこうやりづらいね、このステージ。あー、で、またこいつがいるなら、シールドで、よし。ここはね、そうっす、ラッシュジェットにでも乗るか。ほい。よし。ネジ回収はバッチリ。これ、中ボスかー。結構削られてんだよな。え、なにこれ、サッカーゴール。おおー、なにこれ、いや、なんだ、早っ、ちょ、待って、あ、乗んのか、手に乗んだな。たたたたたた、わわ、これむず、え、いや、このアルカノイド無理でしょ。うわ、これ嫌だな。ブレードマンにしようか。ストライクステージ、爽やかな見た目とは裏腹にものすごくやりづらいね。そもそもここの道中にいる野球ロボがすげえ嫌だな。で、ここもなんか出てくるでしょ。あ、ここはでももう無視していっちゃえばいいか。うん、ここももうネジを取ったなら無視。こいつがよくわからん。おそらくあの顔面を狙えばいいんだよね。あ、これで乗って、待って、あれ？あ、乗った。ちょっとめちゃくちゃ強くない？あ、こういうことか、こういうことだ。なんか使えそうだけどな、弱点アイテムありそうだけど、ちょっと探すの大変だよな。あー、拳側に行っちゃダメなのね。わかった。こういうことでしょ。こういうことでしょ。なんだよ、こいつ。なんだよ、やりづら。残機がやばい。なんか弱点探した方がいいか。あれやだな。幸いなのは、すごい早い段階で、この中ボスがいてくれてるっていうから、いることで、やり直しやすいっていうところはあるんだけど。あ、なんだ、コマンドかな。あ、間違えた。コマンドは、上に当てやすいから。あ、これ、食らってんのか、どうなんだ、わかんねえ、わかりづれ。いや、これ狙いづらいな、コマンド逆に。ウールはむしろ下か。あ、このカッターで、あ、カッターで今消せたよ。あれを。ボールを。これすげえ暗い。これで壁まで、上まで行け。うわ、上まで行ってくんねえんだ、カッター。カッター上まで行ってくんない。あー、ボール強。かつてロックマンもボール蹴ってたのに。むず、何あれ、何よあれ、ちょっとやだ、ストライクくじけそう。
ここはでもネジ案件だわ、ショップ案件。なんかそれこそショックがガードアップとかなんだろうな。お、次水、水で行こうか。水をまとって、あ、でもこれも当てやすい当てやすい。これ便利だよな。上に行け。あ、当たった当たった。あ、これいいかも。当てやすい。すごく当てやすい。で、ボールも弾いてくれる。あ、これだ。あ、これだろう、絶対。あ、でででで。曲がいいな。てんてんてん、てんてんてん。当てやすい。おー、倒した。やった。これだ。ウォーターシールドで、あいつ倒しやすい。覚えとこう。おっと、びっくりした。こいつやだな。シールド。お、ワープありがてえ、生き延びた。もうあいつと戦いたくない。ゴールキーパーマンと戦いたくないから。なんだよ、これ。今度バスケか。あ、ラグビーか。すごい敵が、賑やかだな。てこれ絶対上になんかある。上にいい感とかあるパターンだ。上行く。ああれ、あ違う、むしろ下だった。むしろ下か。よしよっしゃ、回復。今んとこれ6万点ではこの BGM が一番好きかもな。あたたたたた。おあれ、避けらんない。ちょラッシュラッシュ、ヘイラッシュラッシュ。よし、てててててて。なんか爽やかな曲だよな。なんだこれ、ちょっと待って、びっくりした、びっくりした。なにこれ、なんだ。あ、打つと飛ぶのね、サッカーボールが。え、このどうすりゃいいの、どうすりゃいいのこれ。う、あ、打ってすぐ乗んのか。クラッシュボムでも回復しておくか。弱点だった場合怖いよな。お、もう中間だ。やり、打ってすぐ乗るとこういう風に飛べると。ほいほい。あ、出た、ハイパーオリンピック。うわ、何これ、いっぱいあるよ。え、あ、これ上乗っちゃダメなんだ。あ、ってことはこういうことは。これ気持ちいいな。やばい、ちょっと体力がなくなってきた。たた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 。あー、体力がやばい。あれ、たたた、挟まると死ぬのか。なるほどな、ここはリズムよくテンポよく進んでいかんと。あ、ラッシュジェット使う。ラッシュジェットだ、ここ絶対ラッシュジェットだ。よし、持っているものは使っていこう。ラッシュジェットをポンと出して、あー楽、一気にいっちゃえ、一気にいっちゃえ、一気にいっちゃえ。あ、もうここまでか。いや、ラッシュジェット様々だわ、本当。あ、これも浮き上がらせて下にトンと。お、何これ、ちょっと待てよ、ここもじゃあジェットに乗って、まあいいや、ワンプ下だ。あれ、これ、ま、もしかしてまたかよ。しかもなんか電気ビリビリが追加されてる。ウォーター、あ、ウォーター回復しとけばよかったな。じゃあ上ドン、うった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 。いやー、ちょっとせめてこれボスまでたどり着きたいな。なんか弱点武器をもう持ってると思うから、ボスも。おっと、あー、乗れなかった。もうボールは怖くないぞ、ボールは友達なんだから。よし、ほい。うわ、やべ、あ、なんだ、あ、拳のパターンがわからん。よし、ほい。ん、あー、もう限界だったか。
いやー、むずいなー。で、こっからかー。これはちょっとまずくなってきたね。残り残機、あ、2機かー。2機かー。こうなると一回死んじゃうっていうのも手だよね。一回死んで、あれを、ガードアップを購入してくる。せめて進もう。うっ、ちょ待って、下行けなかった今。よいしょ、下に。こいつもっといい攻略法ないかな。もう、オータない。ソーラーブレード。ボールはこれで消せるんだけど、お、効いてんのかな。どの程度効いてんのか分かんないんだよね。ダメだな。もっとバスターでちゃんと感覚を。あサッカーボール当てられて死ぬロックマンがいるかよ。これはやり直そう。うん、じゃあそうなるとネジをちょこっと集めたんで96。あ、いや、これはそうだな、これはそうだな。とりあえず死にましょう。じゃあとりあえず尺だけどここで死のう。でもあの中ボス2体目を倒したらもうそんなに遠くないと思うんですよね。先はもう中間も超えてるし、中ボス2体ってな。とりあえずこのボールをぶつけられて死ぬか。賑やかなステージで楽しいんだけどな。楽しいんだけどすごい複雑で難しいな。で、ここでロードしましょう。ロードしてコンティニューじゃなくてセーブ、ん、いや、セーブ、いやセーブ、ロード、あれ、ロードってどういうんだっけ。あ、はい、タイトル画面に戻ります。ここから今回ここから、ここからロードしてあ、このデータだね、データ2。こっから行こう。こっからロックマン10宇宙からの脅威7回目つってね、どっち行こうか。いや、でもほんとこれブレイドマン行った方が良かったんじゃないかな。ストライクマンすげえ難しいんだけど。じゃあショップに行って、80個ある、あ、74個あるもんね。ガードアップと、ワンアップが1個買えるか。この辺は別にいいというか何も買えないか。ワンアップ買っとか。いや、ストライクマンはね、油断しちゃいけない相手ですね、これは。相当なクセ者だな。こんな見た目のくせに。こんなデパートの屋上にいそうな見た目のくせに。なんだよ、これ。いや、でももうこの辺は、最初の中ボスはね、割と楽に倒せるんじゃないかな、なんて余裕ぶっているんだけど。ほっほっほ。よいしょ。壁から出てくるやつが意外と嫌ね。おお、いいね、大回復、ありがてえ。あれ、これね、まあそうだな、ネジは大事だな。これいけるか。あ、よし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 。と、じゃあウォーターシールドでいきましょう。てん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 、曲がいいな。あった、あー、しかも揺れて動けなかったよ。てん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 、よいしょ。お、いいね、連続で入ったよ。あら、あー、よいしょ。おー、いいじゃない。
この後に確か回復があったから、あっ、たた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 た、よいしょ。うん、チルドよりウォーターを回復しておきたい。まずは中ボス優先で。まあ、なんならね、W 缶とか使っちゃってもいいしね。W 缶2つ3つぐらい持ってなかったっけな。E 缶も、あれ？いくつある？ E 缶4つ！あ、使ってね。ちょっと待って。使ってね。じゃあこれいつも忘れるな。使わないと意味ないんだよ、ガードアップ。いや、もうこれで怖くない。コイルで、よいしょ。あー、これか。お、いいね、大回復。ここのフレーズが本当好きだな。いいね、なんかロックマンの BGM でここのワンフレーズめっちゃ好きなんだよねみたいなのがたまにあって、ロックマン5だっけな、6だっけな、フレイムマンのさ、なんかフレイムマンのワンフレーズがすごい好きだったりしたんだよね。よし、あ、今回復しとけばよかったな。あ、ちょ、待って待って、これいけるかな。あ、いける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 、感覚つかんだ。よし、いいよ。あー、これはここばっかりはラッシュジェット、いや、さっきジェット、ジェット使ってもダメだったからな。コイル、あ、ちょ、いやいやいや、ワンプありがたい。よし、行こう、ウォーターで行きます。はい、よし、これでいいね、今の理想。あ、めっちゃ楽だった。何今の俺めっちゃうまかったな。いや、理想、今の。あ、いやいやいや、ちょちょちょ、なんかいっぱい来た、いっぱい、なんか、ちょ、うわうわ、ぐちゃ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 、あ、ワープだ、嬉しい、ありがとう。あった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 、あら、欲しい。てててん、てててん、てててててててん、あたた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 。よし。そろそろじゃねえか、もう。あー、もうこれなんなんだよ。こいつらは何、何、あ、何のスポーツの敵なの。壁から出てくる、あ、ストライクアウトみたいなこと、ストライクアウトみたいなことかな、言えてないねえ。またこれ、あ、上、あ、2個目がこれ乗れるんだ。ってことはここでラッシュコイルを使って、いや違うな、ここに乗せたいんだよ、ラッシュコイルを。でもね、下まで行っちゃうとダメなんだよな、きっとな。あれ、乗ってくんねえな。これ、トトトン、トトトン。ん？ラッシュ使わずに行けんのか？あ、あー、行けそう。ちょ待って、なんかいっぱい来てる。なんか、ちょっと待って、なんかいっぱい来てる。なんだよ、お前ら。あ、大回復。トン、トン。よーし、行った！うまい！いけー、突っ走れ突っ走れ、おー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 、あ、でもボスだボスだボスだ、よし、着いたー、ストライクマン。さあ、前回ニトロマンがチルドで倒して、で、そのチルドマンをソーラーで倒してるんだよね。ってことはカッターかウォーターウール、いや、ウールは一回あったんだよな、誰だっけ、ポンプマンか、ポンプマンの時、とりあえずバスターで様子見しましょう。バスターで倒せるなら、ん、うわ、なに、剛速球を投げてきた。あー、で、自らも弾になるのね。うお、あ、いや、いけそう、いけそうか、
やいやいや、もうこの本当アルカノイドは無理、読めない。これちょっと待って、探そう。ルールじゃない、ウォーターじゃない、やっぱり。いや違うのか、違うのか、違うな、当てやすいけど違う。これか、コマンド。ん、行く、コマンド、コマンドか。え違うな、え、いや違う、コマンドじゃない、シルドじゃない、ウールじゃない、ソーラーも使った、これか。じゃあニトロか、ニトロカッターだ、いけ。あれ違う、ちょっと待って、ってことはブレイドか。うわ、ブレイドか、よりによって持ってないやつ。いやでももうこれゴリ押しでさ、いいかな、1個、あ、もういいかな、1個使っちゃう、使っちゃう。いや、ゴリ押し、ゴリ押し、ゴリ押していく。いいかな、1個使って、うん、ガードアップが生きてるね。ガードアップがあるとね、ほんとゴリ押し戦法が効くのがほんと大きい、助かる。これは初心者救済だよ。初心者っつってもね、ずっとやってんのにね。よし倒した。いやー、ここはね、ストライクマンは難しかった。ボス含め、ステージ含め、なんかかなりやりづらいように感じたな。俺このロックマンってほんとガードアップに助けられてる。あれなかったら問答無用にイージーにしてただろうな、俺。めげるわ。めげるし、しょげるし、泣くわ。よかった、ニューウェポン。リボンドストライク。ほう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 。なるほど。なんかね、ウォーターシールド以外、あんまり使いやすくないんだよね、今のところ。ボス武器が。そっか、よりによってブレイドだったのか。でもじゃあこれでブレイド相手には弱点を持ってるから進めやすいんではないかと。よし、ラスト1体、ここ倒せばあとはワイリーステージ。まあそのワイリーステージが、え、っていうかワイリーなのかな今回。何気にワイリーは味方側に今のところずっといるんだよね。あのロボットエンザーに感染しているロボットたちのためにワクチンを作るっていうことでずっとね、今ライト博士と肉体関係を持ってると思うんだけど。地獄だな。おじいちゃん2人で何してんだよ。はい、では今回この辺でご視聴ありがとうございました。